どうも、エルザです。それでは戦いマッチングアプリやっていきたいと思います。さて、そうだね。いろいろとラッパーさんが増えてますが、ね、めちゃくちゃ増えたんだよね。とりあえずこれで、新しいキャラが出やすくなってると思うんで、早速、やっていきたいと思います。意外と出ないんだよね。お、出た。意識高い系のお兄さんがいいねされました。さあ、意識高い系とマッチングした。で、意識高い系は足組みコーヒーだね2回口だけでなく行動に移してくださいよ痛いところつくね。ま、期待しててください。意識高い系やね。あ、普通に捕まったわ意識高い系の連絡先をゲットした。あっけなかったな。意識高い系をゲットした。連絡先ゲットボーナス10いいねを手に入れた。そして下の広告多分出てないと思うんだけど、美肌関連のが出てます意識高えな。さあ、意識高い系28歳、カフェ巡りが趣味で最近は隠れ家的な店を開拓しています。ジムでワークアウトが日課です。セルフブランディングは大事。日々勉強の毎日。お金も後からついてくる。人のつながりは財産。恩気なベンチャーを目始めたいと。人のつながりは財産。お金は後からついてくる。これよく言うけど、ついてこないパターン多いからね。ねえ、職業は自由業。実家暮らし。意識高い。勉強とかにはお金使ってるけどっていう感じなんだろうね。自由業なんだよな。さて、次。さて、意識高い系お兄さんは？あ、ラッパーの次だったんだね。じゃあ呼んじゃおう。あ、でも清潔感あるからいいよね。こうやって見比べるとね。じゃあ次行こっかね。探していこうかね。見つかった。海外かぶれさんにいいねされました。ああ、意識高い系から海外かぶれか。ああ、今僕の中では、リアルの人思い出した。さあ、海外かぶれとマッチングした。でも確かにこんな感じの格好してるね。全員が全員とは言わないけど。海外はいいぞみたいな感じなのかな。カワにカタカナが多すぎですまあまあ、あるあるだね。ホームパーティーするんですが、あなたもどうですか。ホームパーティーそんな楽しいあんまりね、好きじゃないんだよな。しかし断られてしまった。今日はちょっと遠出した。カフェで作業です。カフェで作業する意味よね。しかし断られてしまった。意外とダメだね。人生一度きりなんですよ。一度きりだけど、その例は個人の自由だからね。お、ゲットできた。海外かぶれね。はいはい。海外かぶれか。でも海外は行って損はないけどね。さあ、海外かぶれをゲットして女子力レベルアップと新しい出会いに予感、語彙力が上がった。さあ、10いいね。海外かぶれ32歳。国内でも交友関係を広げたいなと始めてみました。海外の方も歓迎。
最近は海外のボードゲームにハマっています。滞在したことある国滞在ね、どんくらいなんだろうね。あまり外国語を話せませんが、勢いで一人旅に出ちゃいます。すべての出会いに感謝。あー、言いそうだなー。あ、飲食店ね、はいはい。デート費を男がすべて出す。それが嫌な人もいるからね。まあいいんじゃないんでしょうかね。意外といそうだなっていうだけで、そんなツッコミどころはなかったな。お、夢追い人さんにいいねされました。あー、もうこれだけでなんかちょっとやばそうな。あえて顔を見せないっていう感じのね。でも意外とこういう人好きな人多いよね。イケメンさん。夢追い人とマッチングした。さあ、どんな感じになるかな、攻撃は。ああ、刻んでるね。こういうタイプか。あの、有名な曲とかなり似てますね。ああ、ま、似せたんだろうな。あなたのために書いた曲なんですよ。ああ、重い重い。そういうの重い。はい、じゃあ連絡先聞きましょう。しかし断られてしまった。そろそろ単独ライブやってやろうかなと。人が集まるかわからないなと。あー、意外と捕まらなかったね。あの人のために書いた曲なんですって。婚活アプリで言うか。ってことはそれを何回も使ってるってことだよね。まさかのバンドマンさんにいいねされました。じゃあ話そう。あー、じゃあさっきの強化系。じゃあバンドマンとマッチング、これ難しいね。カラオケ誘われてもジャンルが違うんですよね。あー、そうだね。カラオケは好きな歌を歌いたいもんね。まあ素人さんにはちょっと難しいかな。素人さんね。でもね、あれなんだよね、その曲ってさ、結局素人さんが聴いていいって思うかどうかだから、この時点でダメだよね。さあ、バンドマンをゲットした。連絡先ゲットボーナスで10いいねを手に入れた。バンドマン26歳、人を蹴落とさないと欲しいものは手に入らない。この腐っていうの中で、あなたを手に入れるためなら全力で、全力を出すと誓います。ロマンチックな恋愛をしたいですね。いいねの数だけ出会いがあると。美容関連で、ペットはありと。なんだろうな、キャラの個性が強いだけで中身結構とんがってないんだよな。人を蹴落とさないと欲しいものは手に入らない、この腐って世の中。なんかあれだな、ポイズ思い出したな、ちょっと。しかもこれプロフィール画面だからね。あなたを手に入れるためなら、なんかいっぱいいいねもらったらっていうとこだろうな。はい、じゃあ次。おお、あらって、スポーツマンさんにいいねされました。あー、でもいかにもスポーツしてそうな感じだね。いいね、どんどん出てきたね。あ、走ってる、走ってる。さあ、どんな感じ？根性論だけじゃ無理なこともあるんですよ。ちょっと待った。まあ、ムードメーカーですからね。なるほど。これすっげー難しいわ。連打して、維持するんだ。あ、その写真羽生えてますね。よくやってるやつだね。一時期流行ったよね。なんで上半身裸の写真に載せてるんですか？いやいや、ね、鍛えたら自慢したくなるんだろうね。
おお、やっとゲットできた。思わずゲットボタン連打してたよ。さあ、夢追い人をゲット。女子力レベルアップ。さあ、誰が出るかな。夢追い人36歳。あー、めちゃくちゃ夢追ってますね。音楽バカです。音楽を取り上げたらただのバカが残ります。夢は自分の夢で、曲で世界中の人を救いたい、笑われますが本気ですと。どっちかというとさっきのバカが残りますの方が気になるな。マイナーな洋楽が生息地ですが、基本的に何でも聞きます。おすすめあったら教えてくださいと。それ出会い系関係あんのかな。職業はサービス業で、同居にはルームシェア。さあ、リベンジで。その地味にさ、足元海岸に変わってるよね。結構細かい、そういうところ。あ、早速呼び捨てですか。あ、すごい、クリティカルでも1残った。一緒に走ります。結構です。走るのね。なんだろうな、単純に走るっていうのはあんまり好きじゃない。テニスとか犬だったら走っても全然いいんだけど、それだけっていうのはなかなか難しいよね。おお、ゲットできた。さあ、スポーツマンの連絡先をゲット。順調やね。スポーツマン29歳、趣味でフットサルしています。あー、フットサル確かにしそうな格好だったな。モテようとボルタリングを始めたら上達しすぎて逆に惹かれました。運動神経がいけされげない自慢だね。最近スノボに初挑戦、初めてなのに一番甘くなり品種を買う。あと、なぜかおばさま方から人気があり、マダムキラーと呼ばれてしまってますと。デート費用割り勘。職業は福祉と。運動神経いいんだね。でもそれを自慢されてもな、難しいよね。男からでもちょっと誘うのめんどくさそうだもん。運動はいいだろうけどね。お、 SNS おじさんにいいねされました。あー、SNS になるんだ。いいじゃん、使えるの。SNS おじさんとマッチングした。ああ、見えないからちょっとね、ちょっと離れてね。攻撃方法、ちっちゃっ。あ、俺も画面から離れてるみたいな感じになるのかな。ちっちゃいな。おい、職場の上司に似ているけど。まさかの上司かもしれない。そこそこいい役職についてるんですよ、私。やっぱ上司かもしれないね。あっさりゲットだね。さあ、SNS おじさんゲット。これでレベル9、サルに出るんじゃない？SNS おじさん51歳。今日も一日頑張りましょう。ニコ。最近はダイエット挑戦中。はーい。普段は毎日クタクタになりながら仕事と戦ってます。汗。まずはご飯に行きたいですね。寿司。相手に。専業主婦になって家を守ってほしいです。チュ。家事行くし。相手に任せたい。だからさ、子供の有無とかさ、なんで空白にするかな。絶対そうだよね。いやー、こういう方の方がいじりがあるな。そうか、おじさん頑張ってんだね。はい、ということで、結構ね、いい感じに進んだんで、ちょっと図鑑見てみようか。こんな感じ。あー、もう 50% ぐらい来たね。たださ、意外とヤンキーの強化系とかインドはラッパーとか来てなくて、まあ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 、そこら辺もゲットすると50いくんじゃないかな。この辺りは気長にっていう感じだね。いやー、それにしても
そうだな、俺この意識高い系は業界的なところにいたのもあるかもしれないけど、いたな。あなたスポーツマンはね、こういうのをひねり潰すのがテニスしてた時は素敵だったな。まあそれが楽しかったけどね。はい、ということでここにご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。